大城を2月から預けらせてください大城を1人前にします構えに原因があるだろうなっていうのは僕はもう超一流のピッチャーっていうのは取ってから離すまでが0個6切るんですよこう教えに行ったところは多分まあほぼほぼ郵送していってるんですけどまあ指導者の役目ってすごく大事だなそしてあの先ほどお話にもありましたちょっと前後してしまうんですがその畑さんが 大学院に行ってらしたということでそれはじゃあどういった大学にどんな勉強どんな研究をされていたんでしょうかえと筑波大学院に行ってですね、えー、と人間工学部の、えー、コーチング学を学んでそれで、えーまあ、野球を科学していこうと<う>その一つとしてはその、まあ、取ること投げることっていうキャッチャーとしての送球 っていう面に関ししてて着目して投げればうまくなるんじゃなくてどうしたらうまくなるかっていうことを知りたかったんですねでプロのキャッチャーが一流はどうなのかっていうのを研究したんですよ。はい、それで、えー、と秒っていうのが出たんですね。は <1. 8? S 1> はいそれはキャッチャーがボールを取ってからセカンドに到達する時間が1.8秒で投げれば一流だと。 っていうのが分かってきたんで,すよ、はい、でまあアマチュアのままの人が2秒台、まあ、高校生だと2.3から2.5ぐらいかかるんで,す、ね、でその1.8秒にすることが大事なんだと<ー>メカニック的にそのキャッチャーとしてのスキルを教えることっていうのは配球以外には正確に投げろとか、はい、強く投げろとかっていうような言い方だったんで。 でどうしたらそこがうまくなるかっていうことを研究したらいいかなって思ってですねでそれこ,こにはボールを取ってから離すまでの時間とボールの速さとコントロールっていうこの3つなんですね。でこの3つを、えー、の練習を掘り下げてすることによって能力が上がるっていうことが僕の中で分かったんですよ。でそれを、えーとまあ、26箇所頭のてっぺんから足先までを点で100分の1秒ずつ。 ボールをグラブに入ったこのところからボールを離すまでの時間というのを追っかけていった動かし方というのを。で、キャッチャーの場合っていうのは、えー、と内野手とか外野手と違って、バッターがいるので、うん、本当はボールを取りに足を使って取りに行って投げた方がいいんですけど、バッターがエバーされたりとか、バッターが軽振り打ってするときにはそこに、そこに入ってきたら、打撃妨害になるんですよ。はい、でその特殊なんですね でその特殊性を分かってないと教えられないんですよ。キャッチャーが伸びないってよく言われるんですけどキャャッチャーを教えれる人がいないいなな伸びないんですよでそれをやって、まあ、独立リーグで落とし込んでやって、まあ、5人ぐらい預かって2人は NPB 送ったんですね。まあ、確実に伸びますで大城捕手2019年の大城捕手もそうです、まあ、大城捕手は、まあ、大城はもうキャッチャーをやらさないと。 彼はもうファーストで勝負させるのでっていうのを12月に監督に言われたんですよ。言えんかられ言って。<laughs> まあまあ僕の中では大城を小林に挑戦させるしかないな。で岸田はまだちょっと早い。で宇佐美と田中貴也っていう4人だったんですよ。まず一番手は大城だろうと。で岸田。で宇佐美と田中貴也って僕3軍で15年1年やってたんでまあそこそこ教えてたんですよ。でそこそこ伸びてきてたんで。 まあただレギュラー取るにはちょっとしんどいな,ない、ジャイアンツでは。でも、2番手、3番手はなり得るかもしれない。でも、一番挑戦できるのは大城なので<う>大城を2月から預けらせてください大城を一人前にします <laughs> って言って12月に言って2月の1日から大城と岸田をもうやったんですよ、徹底的に。はい、まあ大城はとにかくボールが取れない、止めれない、えー、そうだったんですか盗塁される。 これをクリアさせたらこいつは打てるキャッチャーになれるかもしれない。打つ方がいいんで、でそれでキャッチャー練習を始めたんですよ。で僕はそこから、えー、そこから二月の一日からもうかなりやりました。はい。最初キャッチボールの仕方であったりボールの取り方であったり、まあ彼が今やってる姿をまあ映像もそうですが足の幅を測ってみたりね。当時足の親指から親指が五十六センチぐらいあったんですよ。 多分動けないだろうな、取れないだろうなで、ここに構えに原因があるだろうなというのは僕はもう自分の中で彼を分析をしてたんら、はい、まず最初に自分がここからここまでは取れますというところにボールを置かすんですよ。で、自分の足幅は5 6ンチでしたで。で、そこからこの取れるというところ以外のより外の球を投げるんですよ。はい、取れないじゃないですか。取、はい、取れれないいいようにとににとととかかかく取れととにかく何でもいいから取れ っていう話を、まあ2クールぐらいやったんですよ。<う>はい、2クールぐらいもうダマってずうっとやったんですよ。それをやって、だいたい2週間ぐらいになってきたらだいぶ取れるようになったんですよ。明らかに自分の体の肩幅より広くなってきたんですよ。あこれ動けるようになってきたな。当然そんなの動けるような構えができてないからそうなってくるだろうなっていうのは僕はもうわかあのある程度予測はしてたのね。でその準備ができるようになってきたんで。 どうだって「いやもう足がボロボロです」って「動きません」とかって「でもだいぶ取れるなは次で,で」ってで最初、まあ、測ったんですよ。で測ったら7 2ンチかな7 4センチになったんですね足の幅が。20センチぐらい幅が広くなったんですで今この構えと2月1日の構えとどっちが取りやすいんだこっちです。じゃあこの構えをしなかったらお前プロで取れない止めれないとかって言われてるのはこのせいなんだよ。 その構えっていう準備がまずできてないことに問題があると思ったのでこれはまあすぐ改善するなって僕は思ったんでこれでもまあだいぶだいぶ取れてきてるてだいぶ止めれるようになってきたでブロッキングまあキャッチングまあ,ある程度できるようになったんでまあ今度送球だなと思ってねその送球もさっき研究した筑波大学に研究してたそのボールを取って離すまでっていうのがまあ超一流のキャッチャーっていうのは取ってから離すまでが魂個6切るんですよ。 0.6、はい、切るんで,で、まあまあ、2軍のキャッチャーだと0.7ぐらいなんですねで、まあ、ちょっとアマチュアだと0.8とか0.9とかもう全然だからこの0.1秒でプロの選手って8 0ンチ走るんですねだから0.2秒違うと1.6違うんでもう明らかにセーフかアウトなんですよだから2秒かかると私は1.8秒を目指して練習させるしかないんですよね そのためにはまず取ってからの速さっていうことを練習するんでセカンドまで投げようと思ったら強く投げようとするんでアマチュアの方力みが入るんでうまく機能しないんですよだからアジリティができるような状況にしていくのでボールを取って離すまでの時間を早くするための動きっていうのはまずは歩きの中で左足と右足と左手と右手っていうのを相反する動きをするので大城なんかまずキャッチボールするような時もまずこう。 ボールたでもキャッチャーとして送球能力を上げるにはまずそのリズムをつかめとボールを取りに行くっていうのは左右左右ってこう足が動いてるのと同じでこの動作としては足が動いてる時っていうのは手は手前に来てるはずなんで足が出る左足が出る時だ,だから左足が出る時っていうのはボールを呼び込み動作でボールを 手前に来なきゃいけないんですよで。ボールを握り返す時っていうのはボールを呼び込み動作っていうので、まあ、肩甲骨肘、手首ミットボールっていうのはこう動いてくるんですね呼び込み動作でこれと足が出るのを合わせていく左左右左この歩いてる動作の中でそれをちょっとずつ入れていけって話したんですよでそれからジョッキングジョッキングして左右左右左右それからアジリティ左右左右左 っていうようなそれをだん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 スキルアップさせていくような練習をこうしていってでそれから内野手守備の中腰でそれから専門技術のキャッチャーその辺を落とし込んでいってキャッチボールから内野手内野手からキャッチャーっていうような意識でその動き方をやっていったんですね。だかからそのタイムなんかもボーールを取って右足設置左足左リリース っていいううこのの時間っていうのは取って右足のののの設置いいううはものすごく大事だなっを設置する準備のための左足の引き込み動作左足の動かし方っていうのはすごく大事だっていうことを分からすためにまずキャッチボールからウォーキングキャッチボールでジョギングダッシュアジリティとかっていうので上げていきながらそのスピードを上げていくっていう移動距離が大きくなると当然時間が遅くなるのでできるだけ近いところにステップした方がいい。 それをすることによってバッターも邪魔にならずに投げれるっていうキャッチャーとしてものスキルがつきるってことねだからその辺が小林なんかもそこでハマったんですよ小林なんかも肩が強いんだけれども足のステップ幅が大きいのでボールがものすごいぶれたんですよだからできるだけ、まあ、肩は強いんだからできるだけ近,場近く呼び込んでその場でステップするっていう練習をしておけって。で彼も新 まあすごく器用なので、まあ、彼なんかはもう本当にすぐできるようになったんですけど、まあ、大城とか岸田とかというのはかなりやりやましたよね、はい、じゃあそういった指導の基本になったのが先ほどの論文そうですね,そ,ういうそ,うですねその指導っというか、まあ、その研究資料をもとに指導できるようになったとっいうのが根拠のある練習根拠のある練習につなげていくことによって選手が勝手に練習するようになったんですよ。 うん、だからステップワークの練習なのか握り替えの練習なのかこう体をねじるための練習なのか、まあ、その辺の練習を分集化していくとこの子はこういう練習した方がいいなこの子はこういう練習した方がいいなっていうのが分かってきだすと、うん、本人たちはそっちにアプローチ自分でしていくのでもう指導者としては楽になってくれてます。 選手が選んでいきゃいいことなのでまあそういうその指導法の方が僕なんかはいいかなとは思いますけどねでも分からない人がやっぱキャッチャーって専門性が高いんで多分他のポジションの人が教えられないんですよだからキャッチャーって伸びないってよく言われるんですねでも教える人が間違いなく伸びます実際にあの BC リーグ群馬ダイヤモンドペガサスで監督をお務めだった時も 地区優優勝勝そしてリーグもう、まあ、僕は、まあ、結構オえに行ったとトとかは多分、まあ、ほぼほぼ優勝していってるんですけどそ,<う>そこそこ選手は伸びるし、はい、まあ自分も負けるのは嫌なのでやっぱり成功体験をさせてあげたいし、まあ、アマチュアの場合は勝つのが仕事じゃないんですけど、うん、やっぱりうまくなって、はい、まあこういうことをやったらうまくなるんだなっていう成功体験をさせてあげて、まあ、彼らがいつも言ってるのは大人になって子供を持った時とか。うん 指導者になった時に正しく教えられるような、えーまあ、選手に育ってほしいなっていうのがあるので、まあ、そうすると、まあ、日本の野球絶対レベルに上がるだろうなっていうのがあるので、まあ、僕らがアマチュア時代に教えてもらえなかったプロに入っても教えてもらえなかった卒業してから覚えたことで、まあ、相当財産になるようなことなのでだから間違いなく伸びるからって、うん、1月頃から、まあ、とにかく今年はもうキャッチャーがウィークポイントだから。 キャッチャー育ててくれって言われて3人ともまあまあそこそこ伸びてまあ春も優勝できたし入れ替え戦も勝てたんでまあそう正直あの首都ではそんなに有名な高校の子が来てないのでもともとそんなに教えてもらってない子がいるので伸びしろはかなりありあます逆に伸びしろはまあ独立リーグもそうですよ。 まあ高校生なんか本当にスポンジを吸収するぐらいとましたね、はい、最終的に、ね、阪神の育成を取ってもらったりとかソフトバンク行ったりとかしてますしでソフトバンク行ったのは、まあ、今データ班に残ってますしね頑張れよっていう話でねだから本当にまあ各方面でみんなあの伸びていってるんで、まあ、指導者の役目ってすごく大事だなって思いますね。はい